では、陰脈になります。えいから始まり、腹部正中線を等速に進みます。そして、胸、喉を通って、唇の下で終わります。えい一番初めの視点がえい腹部に中極、おへその部分の心血、中間、そして胸の部分に休尾。 頭中加害があり顔の部分の少々で終わりますまずここでおへその部分の心血とランドマークになるのが「恥骨結合」の前縁になりますおへそと恥骨結合をまっすぐ結んだラインの5分の1ずつにまず 中極、地骨結合から5分の1に中極、5分の2に還元、5分の3に石門、5分の4に陰孔があり、陰孔と石門の間に機械があります。 おへその部分には、心血というツボがあります。さらに、おへそから上に行くラインになります。ここでは、おへその心血と肩上突起がランドマークになります。おへそと肩上突起を8等分していき、下から水分が おへそから8分の一、おへそから八分の二に下中間おへそと肩上突起の中間が中間おへそと肩上突起の肩上突起から8分の3が上官肩上突起から8分の2が 補欠。謙譲時から8分の1が九尾になります。さらに成虫を上に上がっていくと。団中加害があります。団長は第4六間の成虫です。成虫の第4六間になります。 そしてさらに上に上がっていき乱中第4六感そして第一六感に加害がありますその後そのまま上に上っていき下唇の少し腹側に少々がありますこれが人脈の最後の壺になります では実際の犬を使って任脈を見ていきましょう。えー、まず任脈の始まりは腹部正中線上で肛門と外部生殖器との中点にあるのが円というツボです。円の次は同じく腹部正中線上で恥骨結合前円とへそを結んだ 線上で、恥骨結合前縁から見て5分の1のところにあるのが中極です。え同じく、恥骨結合前縁とおへそを結んだ線上で、恥骨結合前縁から見て5分の2のところにあるのが肝源になります。 続きまして、恥骨結合前縁とおへそを結んだ線上で、おへそから見て五分の二のところにあるのが石門になります。え続いて恥骨結合前縁とおへそを結んだ線上で、おへそから見て十分の三のところにあるのが 機械になります。次は。咽喉になります。咽喉は。恥骨結合前縁と。おへそを結んだ線上で。おへそから見て、五分の一のところにあります。続いて、心血です。心血は。 おへその中心にあります続いて水分ですおへそと腱状突起を結んだ線上でおへそから見て八分の一のところに位置します下管ですおへそと腱状突起を結んだ線上でおへそから見て 八分の二のところにあります。中間です。おへそと肩上突起を結んだ線上で、おへそから二分の一のところにあります。続いて上冠です。 おへそと肩上突起を結んだ線上で肩上突起から見て八分の三のところにあります。枯血です。おへそと肩上突起を結んだ線上で肩上突起から見て八分の二のところに位置します。 九尾です。おへそと肩上突起を結んだ線上で、肩上突起から八分の一のところにあります。次に団中になります。団中は第四肋間と同じ高さの腹部正中線上にあります。 続いて、加害です。加害は、同じく、腹部正中線上で、第一肋間と同じ高さにあります。最後に、少々です。下唇の正中で、下唇の、腹側端から、やや。 腹側側にあります。以上が人脈のツボになります。